のあなたのエネルギーだと竜に乗れないってことなんだよね。でも多分ね、行くしかないんだ、竜好きたちよ。あなたに足りないのは。皆さんこんにちは、世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥン、おめでとうございます。今日は2024年版竜の背中に乗れる人乗れない人というお話をいたします。最後まで見てね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしています。竜神様のお力で人生を次元上昇させましょうという番組です。楽しいな、面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。僕の公式 LINE のご登録もお願いいたします。そして僕が校長を務めます愛にあふれる人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE ご登録お願いいたしますね。はい、ということで、本日2月15日はおそらく帰国してるかなというタイミングですね。皆さんアメリカでの公演を応援していただきましてありがとうございました。無事公演が終わったかと思います。まだですね、収録している日は渡米前になるので、ちょっと何とも言えない微妙な感じの始まりになっちゃいましたけれども、応援ありがとうございました。そしてですね、2024年8月11日12日はスピリチュアルフェスティバルを行います。マクアルメッセの大規模会場をお借りしまして、たくさんのスピリチュアルティーチャーやたくさんの愛のある人をお呼びしてですね、歌って踊ってセミナーして、セミナー聞いて、いろんな人に会ってというですね、本当にスピリチュアル界のエポックメイキングになるようなですね、そんな大きなイベントをやろうと思っておりますので、ぜひ応援のほどこちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで2024年度版の竜の背中に乗れる人乗れない人というお話ですが、この竜の背中に乗るという表現をね、初めて聞くよという人も中にはいるかもしれません。竜というのは幸運を司る神様なんですね。この竜の背中に乗れる人というのはもう全然次元が変わっちゃうんですよ。人生のステージが変わっちゃうんですね。例えば僕だったら、しがないサラリーマンだった人が今や世界で活躍する奥男、竜使いになった、こういう感じです。これぐらいステージが変わっちゃうんですね。で、竜神様というのはそれぐらいもう人の人生を飛躍させるのが大得意で、竜の背中に乗りたいという人は誰でも乗せてくれるんですが、でもね、やっぱりこちら側もですね、行動しないとなかなか乗っていくことができないんですね。で、今まで YouTube で竜の背中に乗れる人乗れない人というお話は何度もさせていただいてるんですが、2024年度版でね、ちょっと今日はお話ししていきたいと思います。竜の背中に乗ったらどんなことが起こるのかっていうと、いわゆる幸運になる、運気が上がる、でそれだけじゃなくて人生が本当に良くなるということですね。例えば昇進をする、例えば転職をしてより給料のいい場所に転職ができる、もしくは転職して本当に素晴らしい人間関係の人たちと一緒に仕事をすることができる、もしくはずっとやりたかった仕事に就くことができる、もしくは本当に愛してくれる素敵なパートナーと出会うことができる、例えば自分の作った作品が世の中に公表されて賞を取ったり評価されたりする、いきなりお金持ちになっちゃう、そういったことですね。はい、それが次元上昇という言葉であり、それが竜の力なんですね。じゃあ2024年、竜のごとく上昇したい人がね、竜の背中に乗れるために、今日はヒントとなる情報をお伝えしていきました。分かりやすいように竜の背中に乗れる人、こんな人は竜の背中に乗れるよっていう人と、竜の背中に乗れない人、こんな人は竜の背中に乗れないよっていう、この2つのパターンに分けてね、お伝えしていきたいと思います。で、僕自身はですね、実は人生はですね、全てが正解だと思っています。竜の背中に乗れたらいいけどね、でも乗れなくてもいいとも思ってるし、人生が変わればいいと思うけれども、でも変わらなくてもいいんですよ。もう中立、全てがもう本当にただただその人がつけてる意味付けだから、この人生というのはね、人生というかこの世界というか三次元世界はね、この宇宙と言ってもいいですよ、人間が意味をつけてるだけなので、別に正直どっちでもいいんですよ。ただし YouTube を見てる方々が
まあ、竜の背中に乗りたいと、幸運を得たいと、ステージアップしたいということなのであれば、そのためのヒントをお伝えしますということですから、竜の背中に乗れない人にご自身が該当したからといって、あなたがダメだと言ってるわけではないですからね。もうこれ毎回ちょっと気をつけながら喋ってるんですけどね、まあ、どうしてもこの目標に向かってこういうふうにしましょうって話をすると、こうじゃない人、私はダメなんですかってなりがちになっちゃうんだけど、そんなことはないです。ただ竜の背中に乗るんだったら、こういう行動をしたらいいよってことを話すだけであってね、はい、参考にしていただけたらと思います。まず2024年度版竜の背中に乗れる人、乗れる人、乗れる人は、チャンスがありそうな場所に自ら行く人、乗れない人はチャンスを待つ人です。はい、これはですね、2024年1月に行いました新春辰年対談の中でね、望月俊孝さんが素晴らしい例えを持って教えてくださいました。望月俊孝さんは20代の頃チャンスに恵まれなかったそうです。つまり竜の背中に乗れなかったそうなんですね。でそんな時に上司だったかメンターだったかちょっと忘れましたけれども、年上の方に、お前はボールが来たらシュートを打つサッカーのフォワードみたいなやつだなって言われたらしいんですね。どういう意味か分かりますか？サッカーってちょっとイメージしてね、サッカーってフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンスっていう、そのこういう守備範囲というかね、ポジションがありますね。でフォワードというのは点を決める人です。シュートを打つ人で、その点を決める人がね、ボール来ないかな、来たらシュート打つのになっていうふうに言ってたら、点入らないじゃないですか。1点も入らないですよね。サッカーの試合を想像してみてください。思い返してみてください。フォワードの人たち、点を取る人たちというのは、そのフィールドを縦横無尽に駆け回って、自分からいいポジションを取って、パスが綺麗に通るところに走っていって、そしてシュートを打ったり、もしくは自分でボールを取りに行って、そしてシュートを打ったり、ドリブルで突破してシュートを打ったりしますよね。ですからフォワードがボーっと待ってただけじゃ勝てないんですよ。そんな人だねって望月さんは言われたらしいんですね。だからチャンスが巡ってこなかった。でもこういう人いるんですよね。つまりボールが来たらシュート打つのになっていう人。かくいう僕もそうでした。なんかすごいことが起きたらすごいことになるのにみたいなことを考えてみました。朝起きてね、バッて起きて、人生が全て変わってたらいいのにみたいな、魔法みたいなものをね、すごく期待していた時期がありました。それこそ龍神様がやってきて、僕の脳みそを全部書き換えて、もう邪気も全部食べて、もう全ての波動をきれいにしてもらって、良くなって、良くしてもらって、それで僕がなんか外に出たら、ものすごいお金が降ってきて、ものすごい人気者で、もう本もなんか書いた覚えもないのに本屋さんにたくさん並んでるみたいな、そういうふうに期待していた、変な妄想をしていた時期もお恥ずかしながらあるんですね。ここまでとは言わないものの、そういうことを期待してる人っているんですね。結構いると思います。私にチャンスが来ればっていうふうに思ってる人、そしたらいいことが起こるのに、もしくは私にチャンスなんかないって思ってる人も中にはいるでしょうね。はい、でそうすると2024年は竜の背中っていうのは乗ることが非常に難しいです。なぜかというと、簡単でボールが来たらシュートを打つ、これじゃチャンス来ない、つまり竜を待ってたら竜は来ないんですよ。もう竜が流れてきそうな場所に行かないといけないんです。で竜が流れてきそうな場所ってどういうところかっていうと、エネルギーが高い場所、すごくエネルギーが動いている場所、そういった場所に行く必要があるんです。慎吾さん、そんな場所ないですよって言うかもしれないですけれども、ちゃんと探せばあります。望月俊孝さんの例が出ましたが、望月俊孝さんの100万部出版記念パーティーっていうのが12月に開催されたんですね。でその時僕も参加させていただきました。そこにはですね、500人ぐらいのもう各界の著名人の方が
もう来られてたんですが、それはですね、実は一般枠があって誰でも参加できるっていう、そういう場所だったんですよ。誰でも各界の著名人の人、要はエネルギーをすごく動かしている人たちとお会いできるチャンスがあったんですね。で、シンプルな話、そこに行けばチャンスはあったんですよ。で、僕はそのパーティーに参加したことで、実は山本時臣さん、1月の対談に出ていただいた方と久しぶりにお会いして、そして、市村義成さんと初めてお会いしたんですね。で、その2人とお会いして新春対談の流れにもなりましたし、久しぶりにお会いした女性とまた仕事の話になって、新しい展開になったりとか、チャンスがいっぱいいっぱいそこからポコポコポコ芽生えたんですね。そんな風にして人が集まる場所に行くっていうことが、一つチャンスをつかむために、龍神様のエネルギーに乗るために必要です。もっと言うとですね、例えば今やってる龍神様の開運堂、あれもミコちゃん、スピチューバーミコちゃんのお誕生日パーティーに出たことがきっかけだったんですよ。あれも確か一般枠ありましたよね。そう、意外といくらでもあるんですよ、チャンスがつかめる場所というのが。で、おそらくきっと今の話を聞くと、いや私パーティーとか苦手なんでとか、私人見知りするんでっていう人がいると思います。いや、その気持ちは本当にわかります。今ではですね、パーティー慣れしている慎吾ですけれども、パーティー慣れってなんかちょっとパーティーピーポーみたいで恥ずかしいんですが、パーティーに行ってどんな立ち振る舞いをしたらいいかもう私は分かってるんですかっていう意味でね、パーティー慣れしてるんですが、昔はですね本当に苦手で、でも今でもちょっと苦手かもしれないですね。知らない人と話をするのってやっぱエネルギー使うんですよ。で、最初は本当にパーティーとか行ったことない時はね、もうどんな風に立ち振る舞ったらいいか分かんないし、みんなが楽しそうなのに一人でポツンとご飯黙々と食べてたりなんかして、なんか場違いのところに来ちゃったなっていう感じだったんです。なんですけど、このね、場違い感が大事なの。場違い感、場違いだなっていうことは、エネルギーをたくさん動かしているその場と自分のエネルギーが噛み合ってないってことですよ。ということは、この人たち龍に乗れてるんだったら、今のあなたのエネルギーだと龍に乗れないってことなんだよね。ただし、何にもしない人よりもこの場に来たってことは、波動の共鳴がかかっていて、だんだんこの場違い感がだんだんなくなっていくの。そしてエネルギーを動かしている人たちと会ってお話をしても楽しく話ができるようになっていくんですね。僕のスクール生でもこの行動をずっとやってる人がいます。で、最初はですね、泣いてましたね。パーティーに行くたびに、もう私みたいなのがこんなところに参加して本当にもう嫌だとか言ってたんだけれども、2年ぐらいその活動してたら、もうなんかいつの間にかパーティーの中心になっちゃいましたよね。なんかすごくその場だけが明るくなってるみたいな状況を作ってるので、誰でもできると思いますね。これはね、パーティーに出ろっていうことじゃないの。パーティーは一例です。例えば自分が好きな人に会いに行く、波動が高い人に会いに行くっていうことでもそうだし、例えば絵を描いていたり音楽をやってる人だったら、その展覧会に、展示会に応募してみるとか、もしくはオーディションに出てみるとかね、歌のオーディションに出てみるとか、もしくは歌手をしたい人だったら自主開催してみるとか、リサイタルしてみるとかね、でお客さんを呼んで自分でねっていう風にして、何かエネルギーを動かしてみるということがすごい大事です。じゃないともう動かないんですよ。龍がエネルギー動いてるところにしかやってきません。はい、そんな風にしてぜひですね、その場に行ってみてください。そうすることによって必ずや波動が変わります。いや、もうそれ聞いてもワクワクしないんです、慎吾さんっていう人も中にはきっといるでしょうね。どうしてあげたらいいかな。でも多分ね、行くしかないんだ。動くしかなくて、なんだろうな、トイレをきれいにしたら運気が上がるとか言ってあげたい。
言ってあげたいんだけど、まあそれは運気が上がるかもしれないけど、龍神様の背中にはちょっとトイレをきれいにしてもなかなか難しい。うん、だからもちろん運気は上がるね、自分のできることをやってほしいんだけれども、でもぜひですね、エネルギーが動いている場所に勇気を持って自分から行ってみてください。サッカーのフォワードが点が取れないからといって勇気を出さずにフィールドを走らなければ1点も取れません。でも自分ができないながらもがむしゃらに走ってボールを取ってシュートすれば10本に1本は入るかもしれないんですよ。チャンスはたくさん転がってるんですよ、このフィールドの中にね。だから視野を広げればすごいチャンスばかりなんです。自分の可能性にオープンになってください。自分の可能性ばっかりですよ。例えばフィールドじゃなくてもっと広い世界、日本じゃなくて世界、世界じゃなくて宇宙、宇宙じゃなくてもっとなんか無限、もうこの無限の世界の中で自分がチャンスがあると思ったらいくらでもあるし、いくらでもいっぱい転がってるんです。そういう観点で人生を見つめてみてください。あなたの人生を見てみてください。そしたら意外と意外、あなたの人生は良くなるものでいっぱいいっぱい転がっております。はい、長くなりましたが2番目、チャンスがありそうな場所に自ら行った後ですね、実際にチャンスが来たらえいって乗ってください。これは僕はずっと言ってることね、夢を叶える理由でも言ってるけれども、チャンスが来た時に尻込みしちゃう人いるんですよ。いい話が来た時に、あ、私にはできない、無理かもしれない、あーって言ってるうちにチャンスが通り過ぎちゃうということはよくありますね。もしくはあとは人にパスしちゃう人いるよね。チャンスが来ました、あ、私には無理、あなたの方が向いてそうだからどうぞみたいな、あなたの方がうまくできそうだからどうぞ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 っていうふうにやっちゃう人がいるよね。それで、あーなんてことをしたんだろうって後悔する人もいるし、なんならどうぞって無意識にやってるもんだから、私ってチャンス全然来ないのよねとか言ってる人もいるよね。本当は来てるの。はい、チャンスが来たらえいって乗る。でこの時は怖いことが多いです。例えば市村義成さんに声をかけるとき、山本清美さんに声をかけるとき、ちょっと勇気がいましたよ。久しぶりです、覚えてますかって言って、覚えてなかったら悲しいじゃないですか。で、初めましてって言って、誰ですかあなたは、あなたと話したくありません、いやそんなこと言うとは思わないんだけども、でも初対面の人ってちょっとドキドキするよね。そんな風にして話しかけるっていうのはちょっと勇気がいることなんです、僕でもね。だからあなたもぜひね、勇気を持ってやってみてください。はい、そして3つ目は龍と自分を信じるということです。これは YouTube でも何度も言ってますけれども、龍を信じてください。龍はあなたの人生を大きく変えます。あなたの人生を大きく変えるために龍がいるんです。そのことを信じてください、信頼してください。そして自分を信頼してください。自分を信頼してなかったら龍を信じてもあんま意味がない。龍は信じてるんだけど自分信じられないっていう人いっぱいいるのよ、龍好きの中に。もうね、ほんとね、龍好きたちよ、自分を信じよう。うん、あなたに足りないのは自分を信じる気持ちだ、自分を信頼する気持ちだ。だって龍を信じてるんだから、同じように自分を信じればいいじゃない。私たちはこの三次元世界でね、龍神様ともうレースをしてると思ってください。どんなレースかというと、二人三脚、こういうやつです。一緒に動いてる。だからあなたが動かないと龍は動けない。あなたが自分を信じないと龍はあなたを助けられない。逆にあなたが動けば龍は動く。二人三脚だから、はい、自分を信じてぜひ自分の道を行動に移してくださいね。あなたが幸せになることを心より願っております。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、金龍城、爆城、君に幸あれ。またねー。